ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、モチベーションの正体というですね話をしていきたいと思います。僕たちですね、一人ビジネスをやってる人間にとってですね、こう自分を管理するというのは非常に重要で、やっぱりですね、単純にこう知識とかノウハウとか経験とかね、それだけでうまくいくわけではなくて、自分を管理できない人っていうのはですね、一人ビジネスに向いてないんですよね。この自分の管理っていうのはもちろん時間管理もそうなんですけど、心のケアとかもね含んでいて、例えばうまくいかないときにすぐに落ち込んでしまってね、もうそこでダメになってしまうとか、そういうものも自分管理に含まれますよね。でこれができない人がやっぱり多いんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりこう一人でやっていて、特に、ね、やらなくても何かペナルティがあるわけではないっていう状況は、多くの人にとってですね、堕落につながることが多いんですよね。やらなくてもいい、だったらやらないっていうね、こう感じで、やる気があるときだけ行動するけども、やるときがないときは、ね、だらだらとしてしまうと。僕自身もまあそういう時はあるんですけど、本当にですね、こうだらだらすると、そこから抜けるのがですね、本当に大変なんですね。スイッチのオンオフの切り替えっていうのは、なかなかそう簡単にできるものではなくて、こう徐々にですね、エンジンをかけていくみたいな感じで、やっていく必要があるわけですけども、この一人ビジネスでね、こう物事を継続できないっていう人の中には、モチベーションが出ないから、できませんという人がいるんですね。もっとモチベーションが出ればできるんだけどみたいな感じでね、考えていて、このモチベーションっていうのは、まあ、我々にとってですね、まあ、大きな、課題というかね、になってるんじゃないかなと思うんですよ。でじゃあこのモチベーションってそもそも何なんだっていう話なんですけど、まあ以前に YouTube かなんかでねお話したことがあるかと思うんですけど、モチベーションの語源っていうのはですね、モリブっていうんですね、MOTIVE ですね、モチブって書いてモリブっていうふうに読むんですけど、このモチブですね、これ なんていうふうに訳すかっていうと、動機なんですね。動機、モチベーションっていわゆる日本語で訳すとやる気っていうふうになるわけじゃないですか。だから動機がね、か語源となって、このモチベーションっていう言葉が生まれているわけですよ。でこのエイションっていうのは、ちょっと英語の話になりますけど、エイションっていうのをつけることによって、こう具現化するみたいなねイメージを持ってもらうといいんですけど、例えばバカンスをバケーションに変える。バカンスっていうのはもともとベイカンシーっていうね、秋とかそういう意味なんで、秋っていうものをより具現化したら、まあ、休みですよね、休暇とかバケーションっていう風になるんで、エイションっていうのをつけるとより具現化するわけですけど、まあ、動機、なんかぼんやりとした目標とか目的とかね、そういうものをより具現化したもの、それが形になったらこうやる気になるわけですよね。だからモチベーションっていうのはですね、結局のところどういう動機を持つか、つまりどういう目的を持つかっていうところが重要で、ここさえですねしっかりしていれば、日々の作業っていうのは問題なくできるんですよね。で多くの人はですね、このモチベーションっていうものを作業に対して感じるものだっていうふうに感じてるわけですよ。例えば英語の勉強してる人がですね、モチベーションが上がりません、できませんっていうのは、その英語の勉強そのものに対してモチベーションっていうものがあるんだっていうふうに考えてるわけですけど、そういうわけではないんですよね。作業そのものはどちらかというとね、やりたくないことである場合の方が多いので、そこにモチベーションを感じるってのはそもそも難しいわけですよ。例えばスポーツ選手がですね、すごい厳しいトレーニングしますよね。筋トレとかランニングとかね、もう普通の人からじゃ考えられないようなきついトレーニングをする。で彼らがね、全員トレーニングが好きかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよ。トレーニングができればやりたくない、練習できればやりたくない、でもその先にある目標を達成するためにそのトレーニングを頑張るわけですね。オリンピック選手はオリンピックに出て金メダルを取るっていうね、それがやりたいから日々のねきついトレーニングも耐えることができるというわけです。彼らがじゃあ果たしてそこのね日々のトレーニングにモチベーションを持ってるかっていうと、必ずしもそういうわけではないと思うんですね。だからこの作業に対してモチベーションを感じるってのは難しいわけですよ。それが好きだとかね、やってて楽しいっていうんであれば、やっぱりその作業自体もねモチベーションってのはあるのかもしれないけど、多くの人にとっては多分やりたくないこと、苦痛なことっていう場合が多いので、目的をですね意識することが大事なんです。英語の勉強はしたくない、それはわかります。じゃあ英語の勉強に対してどうやってやる気が出るんだと考えるんじゃなくて、その英語の勉強を、クリアした先ですよね、
それの先に自分が何がやりたいのかってことですね。ってことが明確になっていればですね、まあ勝手に行動するようになるわけですね。その英語の勉強自身が苦痛であったとしてもできるようになるわけです。例えばその先に海外にね住んで、海外でなんか外資系企業で働きたいとかってね、どうしても叶えたい思いがあったら、英語の勉強が嫌でもやると思うんですよ。でそれはビジネスも一緒で、ね、例えば僕たちは日々こう情報発信とかをしてるわけじゃないですか。で多くの人にとって情報発信ってめんどくさいんですよね。めんどくさいからやりたくないわけですよ、できれば。でもそれはその情報発信に対してモチベーションを感じるって難しいと思うんですね。自分のやりたくないことをモチベーションを感じましょうっていうのは基本的にね無理なので、じゃあどうするかっていうと、その先を見るわけですね。この情報発信が結局何のためにやってるのかってことですよ。自分のビジネスとして確立して、その先で何かね成し遂げたい思いがあるからこそ、日々コツコツですねこういうことをやっているわけですけど、そっちを見てもしねワクワクするようなものを感じられるんであれば、自然と行動したいっていうふうに思うわけですよ、その目的を達成するためにね。だからそもそもモチベーションを向ける、まあ方向が違うというか、作業に向けるんじゃなくて目的に向けるんですね。これが大事だなというふうに思います。で目的ってなった時に、多くの人がですね収入を目的にしてしまいがちなんですけど、これだとなかなかエネルギーが出ないんですね。例えば月収100万とかっていうような目標を立てがちですけども、お金そのものには人間ってワクワクしないんですよ。だって紙切れがいっぱい増えて、じゃあ嬉しいですかって言ったら嬉しくないじゃないですか。よっぽどあの紙切れが好きな人はね嬉しいってなるでしょうけど、お金が入っただけでは人間っていうのはそんなにワクワクしないんですよ。それを使ってやりたいことがあるからお金が欲しいわけですよね。手段が目的化しているみたいな感じなんですけど、そのお金っていうものを目標にしてしまうと、目的にするとあんまりこうなんていうんですかね、ワクワクしないというか、その先のやりたいこと、そのためにお金が必要だから頑張るっていうね、その先のさらにお金のもう一個先にあることですね、それがどうしても自分がやりたいことだったら頑張れるんですよ。だからフォーカスの向けどころがちょっと違うんですね。お金っていうのはあくまでもその自分のやりたいことを達成するための手段に過ぎないので、手段にずっとこうフォーカスを当ててもねワクワクしないじゃないですか。なんかこう数字ね、データ上の数字が0が1個増えたとかっていう、そのこと自体にはワクワクしないと思うんですよ。なのでこの目的、最終的な動機ですよね、この部分を意識するっていう点においては、まあ自分が何をやりたいんだろうってね、この人生でやりたいことをイメージして、でそこに対してワクワクするっていうのがすごく大事かなと。そうすれば、まあ、モチベーションっていうのは自然と湧いてくるわけですね。その動機の部分にフォーカスを当ててると、なんかこうね、ワクワクするような感情が湧いてくるじゃないですか。それこそがね、モチベが、具現化されたモチベーションなんですよね。そういう状態になると行動できるようになるわけです。で、まあ、やっぱり日々行動している中でですね、どうしてもうまくいかないこととか、ね、成果が出ないとかっていうことが多いと思うんですよ。で、そういう時ってやっぱりね、こう成果ばっかり見ちゃうとすごく辛くなるので、特にこう初期の頃ってね、そんなに簡単にこう成果って出るもんじゃないから、ずっとうまくいかない時期は長く続くんですよね。で、そういう時に、まあ、一個考え方としては、成果よりも変化をね意識するってことです。その成果が出たかどうかだけじゃなくて、まあ、自分が成長したかどうかっていうところですねにフォーカスを当てれば、まあ成果っていうのはね自分でコントロールできないですけど、変化ってのは自分でコントロールできるんですよね。昨日できなかったことが今日できるようになったっていうんだったら、それ変化じゃないですか。でもそれは多分やるかやらないかだけの違いなんですよ。昨日はサボってできなかったけど、今日はね、ちょっとできたっていうんだったら、それは成長してるわけだし、だから変化にフォーカス当ててると、まあそんなこう苦しくなることってないんですね。自分自身で何とかある程度はコントロールできるから。で、自分自身が変化してくれば、おのずとそれに伴ってですね、成果っても出るようになるわけですね。まあこんな感じでですね、こう自分自身をいかにですね、管理してコントロールするのかっていうのは非常に重要になるわけですね。どんなに勉強してね、まあスキルを磨いたりしても、その自分の管理っていう部分ですね、自分自身との向き合い方とかね、そういうところがしっかりしていないとやっぱりダメになっちゃうと思うので、一人ビジネスっていうのは本当にそれが難しいんですよね。会社とかだと、まあ、誰かが管理してくれたりとかね、お金もらってるから仕方なくね、やりたくなくてもやらないといけないっていうのは大抵の人はできると思うんです。でも一人になるとそれが全部なくなってしまうがゆえにですね、もうどん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 こう、まあ、堕落へと向かっていってしまうっていうことが多いと思うので、
まあ、モチベーションっていうものをですね、理解すればそんなにモチベーションなんかなくてもね、いいんじゃないかっていう。そもそもね、やりたくないことに対してモチベーションを持つってのは無理ですから、そこを見るんじゃないんですよね。モチベーションの正体ってものを知るのが一番ですし、できればですよ、できれば自分のやりたいことをやる。やりたいことをやれば、まあ、当たり前ですけど、やりたいことってモチベーションなんかなくてもできるんで。なんで、まあ、そういうような形に持っていくっていうのは大事なんですけど、すべての人がね、こういう例えば情報発信とか日々の作業が好きなわけじゃないじゃないですか。だから、そこにね、まあ、好きとかやりたいっていう気持ちを持つのは難しいので、だったらその先にあるですね、ゴールの部分を意識しましょうというのが今回のお話です。